赤蔵どもめ、待ちくたびれたぞ。あなたは紅玉の？いかにも、我が輩は紅玉の七騎士団、六の騎士、ビルヘルム。何人たりと通すなと、アスナージ様の命だ。どけと言われても通すわけにはいかん。アスナージの命って、今のアスナージは？シェルベルクに仕えて60年、このビルヘルムは生涯現役で、我が輩は坊ちゃんの味方ですぞ。今のアスナージがどういう状況なのか、あなただって分かっているはずよ。だからこそ我が輩がここにいるのだ。どんなことがあっても我が輩だけはアスナージ様と共にあると誓う。たとえ人の道を外れた場所であろうと、我が輩だけでも坊ちゃんと共に。でも本当にアスナージを思うなら。ああ分かっておる。本当は引き止めなくてはならないのだ。だが共に道を踏み外したものでなければ誰があの方のそばにいられるのだ。あの心優しいアスナージ坊ちゃんが正気に戻られた時、あの方は自身の罪を許さず孤独のうちに死を願う、そんな方だ。あの方を孤独のうちに死なせずに済むなら、あの方の罪を共に背負えるなら、この老いた命などいかようにでも使ってくれる。ビルヘルム、いつか戻るとアスナージ様なら、シカールの呪いに必ず打ち勝つものと信じてきた。しかしもうアスナージ様は限界だ。本当に心が壊れてしまう。アスナージ様はこの奥だ。頼む、あの方を助けてくれ。ええ、任せて。必ずあの人を連れ戻してみせるわ。これを。ご苦労、アスナージ。これで災いの剣が目覚める。スカール、ようやく来た。だがもう何もかも手遅れだ、アスナージ。は、最後の仕事だ。今度こそ奴らを始末しろ。行かせはしない。お前たちの相手はこの俺だ。アスナージ、殺す気でかかる。俺はお前たちを殺すまで止まるな。ええ、分かったわ。はっきりと目が覚めるまで思いっきりぶっ飛ばすから。我が呼びかけに応え、石化の魔眼バチレウスを待つ。アスナージ・セルベルの名のもとに浸れ。我が戦いの鎧にして、我が戦いの剣へ。言わないで、本気で怒るわよ。
あなた、今この瞬間はちゃんと正気に戻れているんでしょ。そうだ。だが、いつまで持つのか。だから、俺が俺でいられるうちに、早く俺を。こんなことに負けないでよ。あなたは私に一緒に外に出ようって言ってくれた人じゃない。ミレット、氷の力が強くなりすぎて触れるものすべてを凍らせてしまう私に、何もかも諦めていた弱虫な私に手を差し伸べたのはあなたじゃない。それは、そのあなたが暗闇の中に閉じこもったりしないで、信じろって言ったその声で諦めの言葉を口にしないで。だが、もしも再び操られそうになったら。安心しろ、お前の騎士団は猛者揃いだ。手荒い方法になるだろうが、そうなった時は何とでもしてくれるさ。すまない。お帰りなさい、アスナージ。お帰り。まったく、みんなで待っていたんだからな。ずるいな、本当に二人ともずるい。ほら、アスナージ、言わなきゃいけない言葉があるだろ。遅くなってごめん。二人とも、ただいま。この揺れは、まさか。封印が解かれる。災いの剣が姿を現すぞ。震えた。世界を砕いた伝説の兵器、災いの剣、シャイタン。その禍々しい姿に私たちは呆然と立ち尽くすしかなかった。本当、一難去ってまた一難なのね。せっかくアスナージを取り戻せたのに、災いの剣が目覚めるなんて。これからグライベルはどうなっちゃうのかな。どうなるかは俺たちがどう動くか次第だろう。うん、そうだよね。戸惑う暇があったら打開策を考えなくちゃダメだよね。でも、あんなに大きい上に空の上を飛んでるなんて、どう考えても卑怯だわ。でも足も出そうにないよ。策そのものはあると思う。俺たちの頭の中にはないというだけで。それじゃないのと同じじゃない。自分にない知恵は他人から借りればいい。今頃城ではシルバッハを中心に対策案が練られている頃だろう。それって私たちここでぼーっとしてていいの？どうせ取るべき手段は限られているんだ。無理と無茶を押し通す実行役を任されるって分かっているなら、休息は取れる時に取っておいた方が賢明だろ。なんだかロストってこういうのに慣れているって感じね。そうだな、慣れているのもあるが、こんな時にオロオロしていたら格好悪いだろ。格好悪いだなんて、普通の人ならやっぱり不安だしオロオロしちゃうと思うよ。普通の人ならそれでもいいが、
騎士たるものは格好つけが必要なんだ。どんな時でも人々が大丈夫だと安心していられるように、国を守る柱となる者たちは堂々と威厳を持たねばならない。正直なところ、恐怖と緊張と重圧で内心ガタガタだってこともあるけどな。ロストでもそんな風に怖いって思うことがあるの？そうだな、怖いよ。怖くてたまらないから、思いつく限りの最善を尽くす。できる限りを尽くして、それでもダメなら、ダメならその先のことはもう考えたくもない。大丈夫だよ、だってこんなに頑張っているんだもの。何もかもダメで、あとは運を天に任せるしかなくなってしまっても、きっとこれだけ一生懸命なら七騎の加護が守ってくれるはずだわ。違うな、ミレット。厳しい状況の時こそ幸運という不確定要素は期待すべきではない。最後まで生き抜こうと抗った者だけが生き残る道を見つけられるんだ。ロストは祈りはいらないの？祈る暇があったら生き残る道を探せ。祈るなら自分ではない誰かの幸運のために祈れ。そして生き延びて愛しき者との再会を果たせた時、俺は七騎に感謝の祈りを捧げよう。ロストってなんだか変わった考え方をするのね。こういう辛い時こそ普通の人なら奇跡が欲しいって願うのに。もちろん奇跡も幸運も大歓迎だが、そういう期待を抱けば甘さの元になる。常に最悪の状況を想定して危機回避に挑むのが俺の仕事だ。最悪の状況ばっかり考えるなんて、夢がなくて辛くならないの？そうだな、俺は最低の未来が予想される中でも夢見ることができるものこそが本当に世界を変えてしまうことができるのだと信じている。俺には俺の分まで夢を見てくれるお前がいるから大丈夫だよ。もうそれじゃダメよ。あなたの夢はあなたが思い描くものでしょ。俺の夢か。俺が大切に思うお前たちが幸せならそれでも十分だよ。ロストったらそれで十分だなんて、なんだか相変わらずなのよね。私も人のことは言えないけど、みんなで幸せになれれば十分だと思う。それが一番難しい願いだとしても諦めたりしないわ。